こんにちは、ゆかりです。先日加藤から発売された100系新幹線グランド光がやってきました。100系は前から欲しくて、加藤から発売されると聞いてワクワクして待っていました。届いた製品ですが、見た目の完成度も高くて、非常に満足していたのですが、どうしても動力のある11号車の両隣にある車両がカーブで脱線する現象が起きました。今回はその原因と対策ができました。原因ですが、ボディマウントのカプラーの動きが渋くて、カーブに入るときや、カーブから脱出するときに隣の軽いトレーラー車を浮かせてしまい、車輪がレールから外れてしまっていました。なぜ、カプラーの動きが重いのか調べていきます。分解すると、カプラーはトイレタンクの造形の部分と床下のダイキャストの部分で、収動する形で取り付いていました。カプラーやマウントの収動面にバリや、小さな返りが出ているように見えました。床下のダイキャスト部分も結構ザラザラで滑りにくいように見えます。今回は600と1000の耐水ペーパーで収動面を磨いていきます。カプラー部分とマウントを磨きます。収動する部分を確認しながら、バリア、エジェクターピンの跡を600と1000のペーパーで鳴らしていきます。ダイキャストの部分を600で目を取っていき、取れたら、線で細かくしていきます。綺麗に磨くことができたら、逆の手順で組み付けを行います。引っかかりなくかなり滑らかに動くようになりました。それでは試運転をしていきましょう。買った時は一部のカーブや勾配のある部分で脱線することがありましたが、カプラーがスムーズに動くようになると、問題なく通過できるようになりましたね。私はたまたまこういう製品が当たってしまいましたが、皆様はどうでしょうか？このような現象が発生する製品は稀で、ほとんどが問題ない製品だといいですが、もし、このような現象に悩まされていましたら、解決の糸口になれば幸いです。これは改造になるとも思いますので、自己責任になりますが私はこの方法で改善しました。また何か起きましたら動画にしてみたいと思います。最後に走行シーンをお楽しみください。沈みは曖昧